ました。いましたね。足元や。足元。ちょっと。はい、こんにちは、フーライボーです。今回はですね、ドラゴン調査ということで、いろんな港へね、行ってきたんですけど、それに兼ねてね、新しいロットを購入しましたので、そのロットのね、インプレ等も行ってみたいと思います。今まで使ってたのがこの N1 ですね。 N1 NSS の942の SSJ、 それとディアルーナですね、 S96M ですね。で、ドラゴン用に、S96M でやってるんですけど、ちょっとね、やはり長さが長すぎるというのと、重いということで、新しいロットの中いいのがないかなということで探してみたんですけど、とりあえず今回ね、届いたのが同じ、メジャークラスのクロスライド 5G ですね、の XR5 の942の ML の LSJ、 これをね購入しました。これのね、インプレ、実調インプレをねやりましたので、その動画をご覧ください。はい、こんにちは、フーライボーです。今日はね、いつものね、牧野くんと一緒に、ドラゴン調査に来ております。まだね、情報は入ってないんですけどね、そろそろね、ここも釣れる頃と思いますのでやってきたんですけど、今日はね、調査ということで、ロッドを買ったんですよ。メジャークラストのクロスライド 5G ですね。 XR5942MLLSJ ですね。これの今日のね、鱗付けも兼ねてやってみたいと思います。それではね、クロスライド 5G942MLSSJ のね、インプレをしてみたいと思います。まず一番ね、感じたことはね、これって N1 じゃないっていう感じですね。とにかく一緒ですね。で、N1 よりか軽いですね。これ実際に測ってみたんですよ。 128g ぐらいでした。メーカーの表示はね、標準自重 127g だそうですけど、
リアルな S96M はね、ミニカー表記であれ 141g ぐらいだったかな、まあ、40g をね、投げられるロットとしてはね、この 127g という辛さはね、尺で一筋の私にとってはね、最大のアドバンテージですね。本当はね、一つね、パワーがある962M の LSJ にしようかと思ったんですけどね、これがね、自重がね、150g を超すんですよ。で、まあ、リアルーナより重たくなるので、これは諦めました。それにね、私のとの、まあ、サブマリン情報とかね、乗り方にとってね、やっぱり港で 9.6E とかね、ちょっと長すぎるんですよ。やっぱ 9.4E とかね、ベストマッチですので、それも選んだ理由ですね。まあね、N1 と同じと感じるぐらいですから、しゃぐれ感はね、もう最高ですね。この軽さならね、一晩しゃぐってもね、大丈夫ですね。若干ね、N1 と比べて、ティップがね、硬いかなという感じですけどね。問題はね、ドラゴンクラスに対処できるパワーがあるかですかね。まあ、N1 と同じということですのでね、ちょっと厳しいんじゃないかなと思うんですけど、まあ素材がね、まあ N1 はナノアロイという素材なんですけど、クロスライド 5G はね、まあ R360 コードっていうかな。で、あの最新素材の T1100G カーボンかなとかなんとかいうね、素材が違いますので、そこのとこね、ちょっとパワーがね、少しいいかなという期待をしてるんですけど、まあとにかくね、今日かけてみてね、ドラゴンをかけてみて、実感してみたいと思います。はい、アジがいました。もうちょっと大きからいいね。そうですね。ちょっとちっちゃいな。ちっちゃい。これちっちゃすぎやな。3センチぐらいですね。ちっちゃいのによく引くな。アジングになってしまってますね。アジがおるんや。追い込んで。よし。
作り。おった。おったよ。いましたね。いましたね。おお。ちょっと待って。うん、ライトと。やっぱおったわ、よかった。幽霊王ですね。幽霊王やな。すげえ大木。まああんまり大きくねえけど。オスですか、ね。うん。あれ。よし。まあ小さいですけど。ね、取れました。いましたね。足元や。クロスライドの鱗付けもできました。ドラゴンではなかったですけどね。とりあえず指3本タチウオが取れました。でかいやつがねいるんでしょうかね。なかなかこのロットはね N1 並みに使いやすいですね。あとはどのくらいパッドパワーがあるかですかね。今ね、時間は11時、7時からねやりだしたから8、9、10、11、4時間しゃくってますけど問題ないですね。やっぱり軽いロットはいいですね。なんかかますかい。カマスです。赤カマスですね。ね。はい、ということで動画を見ていただきました。ですね。まあほとんどやはり N1 と一緒ですね。しゃくり感、軽さ、まあ、軽さはこっちの方がより一層軽くなってるんですけど、しゃくり感とかですね、操作性とかはほとんど N1 と一緒です。あとね、まあ、素材がねやはり違いますので、ある程度ねティップ部分がやはりちょっと硬いですね。ですのでなんとかねドラゴンに対処できるかなという感じですけど、まあ、今回釣った指3本強ですねはもう、全く問題なくですね入ることができましたので、あとね指5本以上のメーター越えの太刀魚をね、まあ、N1 でもね、過去かなり上げてるんですけど、 N1 以上にね、余裕で上げられるパワーがねあればいいなと思っておりますので、まあ、次回ねまたねでかいやつを実際釣ってみてね、感想なんかを述べてみたいと思います。はい、ということでねクロスライド 5G XR5 の 942MLLSJ のロットをね、ご紹介してるんですけど、まあ、なんといってもねとにかく一晩にね100本以上のね太刀魚を釣りたい方はね迷わずこのロットをお勧めいたします。諸和人用のね専用ロットですけどね、ジギングはもちろんねハードルアとか
ワインド、てんやなどね、すべてね、いろんな太刀魚の釣り方ができるロットですので、まあ、いわゆるね、太刀魚専用ロットと言っていいでしょうね。まあ、とにかく軽い、これが一番ですね。で、しゃくりやすくて、パッドパワーもそこそこある。ね、この3拍子揃ったね、クロスライド 5G でね、たくさんのね、太刀魚をね、釣ってみてください。はい、それでは、そういうことで、今回は終わりです。チャンネル登録とね、よろしくお願いいたします。結構ね、登録していただいてるんですけど、まだまだね、1万人には遠いですので、私も頑張りますので、皆さんのご協力応援が一番頼りですので、よろしくお願いいたします。こんにちは、セイラです。これからも一生懸命釣りを頑張るので、チャンネル登録の方どうもよろしくお願いします。